害虫駆除チャンネル。皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは3分でわかる常害駆除方法です。浄化槽周りやトイレお風呂でよく見かける常害の駆除方法を紹介します。短い動画なので最後まで見てください。それでは詳しく紹介していきましょう。常害の発生場所はトイレや浄化槽、台所やお風呂の排水口など汚れやぬめりがつきやすいところです。常害は飛行能力が弱いので見かけた場所の近くに発生源があります。成虫になって飛び出す前の幼虫の段階で駆除するのが効率的です。常害の発生源を清潔に保ちましょう。家庭内での主な発生源としてトイレタンク内、台所の排水口周りや生ごみ入れ、ユニットバスの隙間や洗面所周りなどです。次に殺虫剤での駆除方法を紹介します。今回使用したのは無刺六発泡錠です。この商品は溶かして流すだけ。簡単に常害の幼虫を駆除します。安全性が高く、保管がとても簡単です。1錠ずつ個別包装になっています。水に入れると5分程度で溶けます。かき混ぜて殺虫剤の完成です。汚れやぬめり、汚泥の発生場所に散布してください。浄化槽は常害の最大の発生場所になります。しっかりと散布しておいてください。今回は常害の駆除方法について紹介させてもらいました。常害でお困りの方はぜひお役立てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではプロが使う駆除用品や駆除方法をわかりやすく紹介しています。動画も定期的に配信しているのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。